来ました。はい、でまあ、ちょっと早速ですが帰りたいと思います。どうも、なんでね、譲るなし。まあ、ということでですね、インフレのバズーカ、インフレのバズーカ、はい、インフレのバズーカです。はい、ちょっとあのハコさんゴッドアーム2個をゲットしてたんで、うん、それですね、まあいかつかね、使っちゃうかな、なんだろうな、あのね、マグに似てるね、当たんないのね。ほら半減しろバカ野郎、半減しな、半減っつってもどうなんだべか、もうほとんどないと思うんだけどな。おいおいおい、あ、なくなったねHP が、HP 半減ってなくならないでしょ絶対俺のゲームのさ、その感じだ、ゴリ押しっていう言葉がよく使われるね。こうやって勝てると気持ちいいからこうやって勝つんじゃなくて、うん、勝てればいいじゃん。まあそうだよ、うん、全然勝ちたい、勝ちたいっていう気持ちはすごい、勝ちたい、勝つぞ、もう HP が1になっても構わないから勝つぞ、ギリギリな戦いをするっていう、うん、最終的に勝てればいいんだよ、勝てたらよしよかったさあみたいになるのね。うん、だからそんな感じです。モノメント作ったの使うわ、俺も食らいたかった。よし、あ、待って、モノメントあげる、いらない、え、使って、あ、邪魔なの、あい、あーん変な声出たし、こっちくそ、こっち違うんだね、うん、最終的に、くっそ最悪だ。どうした、だってディメント使ったもん俺モノフル、モノメント使ってないの、間違えて上に来てると思って連打したらあーんっつってさ、モノメントじゃなくてディメント使っちゃった。何してるの、電話の時とかね、 お母さんに間違えて、うん、もしもしっつってずっと話してたのにさ、え、ちげえよ、いや、おいおいお前、ナチュラルに自分の名前言うなよ、俺の名前だったらまだね分かるけど、あ、だから言うなって、ナチュラルに自分の名前言ったな今いや、びっくりだよね、びっくりだよ、だって今自分で気づいてなかったでしょ。うん、気づいてなかった、俺がお言った瞬間においと思ったけど、ハコさんね今3秒ぐらいはっていうか、何がカウントしてた、えっ、その前に俺なんか悪いこと言った、なんか間違いなこと言ったかいって言ったら、間違いなことばっかしか言ってない、そうやって間違いなことばっかしか言ってなかった、何言ってんのお前、俺どうってナチュラル、唐突にナチュラルにダメなこと言ったな、どうしたの、垂れ流しにするぞ、いいけど、なんだろうな、クソ、編集頑張れ俺、31分で俺カットしてんだから結局、あ、そういうことね、ここ電話の話、ここじゃねえ、ここじゃねえうるせえ、もうバカチン、バカチンな、ほんとね、編集でね、ここ気をつけないとっていけないところがね一番大変なの、だからね、ほんと折れるよね、いやーまさかね、か自分の名前を自分で言うとは思ってなかったね、それね、俺が一番思ったね、まだ俺ちょっと戻るか、あっちの方がいい、まだ俺の名前ならもう一回言うけど、俺の名前だったらまだよかった、あらかれーとか言ってさ、ふざけられたかもしれない、自分の名前をナチュラルにその気づかず言ってるっていうところがね、トンチンカンな、びっくりだな、ほんとに今さ、すごい電話の内容をただ言っただけなんだよ、そう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 、はい、いるって、普通に言っちゃっても、ちょっと、うん、気づかなかったもん、ね、あ、うん、どれぐらい、あ、ちょっとじゃん、1万だ、すまん、行くな、いや、大丈夫大丈夫、これいけるいけるいける、行きますか、だってここでやっと中間地点だよ、うん、いやー、これはバラみたいに森に行かなくて済むぞ、とひとまずカットしたんですが、はいはい、皆様に情報がございます、はい、皆さんください、79レベルになってますね、箱さんが、やりましたね、カットしてる時はなってないかな、多分ちょっとですね、音声が止まっちゃって、うん、途中からね、もう俺たちも3のボスの手前まで来たんですが、うん、いそだったらやめちゃってまたここまで来ようっていうことで来ました。まあちょっとね、3ね、だからちょうどいいぐらいになると思うんで、うん、一応3、ここは俺も一気に来るスパターン、うん、じゃあちょっと次やっていきましょう、はい、まさか、はい、まさか音声が途中でね、パッパラパラになると思うな、ちょっとね、試験カットです、よろしくお願いします、あ、ハコさん、テクション、おおおおはい、勇者ですからね、解放者です、解放者、解放者、
君は帰ってるよ。すごいやる気なくしちゃってる。びっくりした、いいもん出たかと思った。うん、まあいいもんなんだろうけどさ。あれ、地面となるとリコのイヤリングが落ちる。こいつから？リコのやつから。アルティメットでやればよかったね。アルティメットでやればいけねえし。まあいけねえし。リコのイヤリング落ちるの？装備品じゃん。装備品だよ。何にそれするのそれって。いや、女性限定だな、俺ですかね。ああ、残念。いつかちょっと。女性キャラもマジ。わかるでしょ。いつも言ってるけど、女性キャラをやりたくないっていう。なぜかしら。そう？あのね、嫌じゃないんだけど、なんか、男だから男を使おう。いや、あの、これがね、女性だとね、攻撃モーションが変わるじゃん。まあね、変わる、ね。あれが結構、ね、いいんだよ。あれがね、結構いいんだよ。だからね、あ、ちょっと、200超えた、もしかしたら。次、女性名いきますか。200過ぎました。マジかよ。いや、ダサくなっちゃうから、ね。いや、わかんないよ。俺たちは PS 大好きなんだよ。いつまででもやるから。まあね。俺その場合次レンジャーにするけどいい？ああ全然構わない。その場合を俺はまたハンターだけど。魔法ないけど、魔法なくつけていいよ。1万ぐらいでさ、ボスにたどり着かないとまずい。そうだね。さすがにさ、あのコロコロ出てくるやつでレベルアップしたらもう悲しみだよ。だったら俺はそうそう殺さなきゃいいって話だよ。殺しちゃうじゃん最初のところ。俺がラフイを撃つから。強制的じゃん。まあ一番最初しか出ないから、ね、第2形態から出ないし。あ、違う違う。あー、こいつ殺して、こいつ一撃したと思ってんだ。あの図使っちゃったし。クローンに使うとは俺、ね、持て余してるね。しかもこっちね。そう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 。あ、もうちょっと近づいてくれ、ね。たまにね、マイクにね、ハコさんの声がね、ほんと、かすれるぐらいしか聞こえないって時。松坂秀樹さんみたいな。うん。うん。何も分かんねえな、野球選手。野球選手の人だっけ、松坂秀樹。分かんない、俺。松坂。あ、違う？何？あ、違う。俺、多分ね、俺が間違えてんだと思う。まあ、もういいんじゃない？じゃあ。分かんない話をすると、話が続かない。じゃあ、あれだ。分かる人にしか分かんないことで言おう。俺が思ってるのは南国ピーナッツさん。誰だよ、もう。もう俺ほんと世間知らずだからさ、何もわからん。確か合ってる。俺これも合ってると思う。南国ピーナッツ。俺の頭の中はもう赤ちゃんだから。うん、俺の頭の赤ちゃんだ。ハコさんだよね。ただのハコさん。ほんとだよ。このね、このネタわかる人は、まあいるでしょう。いるよそりゃ。え、あ、俺の、あ、今俺がいた南国ピーナッツさん。じゃあいきなり戻ったな。いるでしょ。いると思うよ。わかんない俺は。南国ピーナッツさんって誰だ。実際名前違うけどね。え、あだ名だから。なんちゅうあだ名かくらい。南国ピーナッツなんかいいね。あのね、後で調べればいいよ。だったら南国ピーナッツあだ名で調べればいい。ゲッチュアハン。ノー、お前らの攻撃狭くても食らわれた。スケールと甘えだ。いらない。置いてこうぜ。マジで？オッケー、じゃあ、あとで死ぬわ。死んだらあれね。時期終わりね。ええー。だから84、79で今回はおしまいです。さあ、また1レベルから始めますので、よろしくお願いします。みたいになる。マジかよ。いいのかい？そのデータ本当に消すよ。あんまり。今まで頑張った分消えるっていう。そういう鬼畜さも私たち TMG には厳しいところがおります。よし、まあ、94で行くしかし、完全に今考えただけなんだ。うん、ナイトパワー、これはもう置いとくか。これ情けだお、来ました。困ったさ、グラネードだけどね。ここさ、地味な麻痺やめてほしい。じゃあそういうことで行きましょう。